おはようございます。吉谷さん、そして動画をご覧の皆様。今回ですね、YouTube を使って、えー、たくさんのアクセスを集める方法と題したセミナーに私が行った時の話をまたしようかと思います。これね、前回もお話したんですけども、YouTube を使って人をたくさん集めますと、アクセスをものすごく集めますよっていう風なね、セミナーのー、まあ、動画が上がってたんですよ。あ,ある Facebook のなんとかページを使って。 で、私それねまあまあクリックしてみるんですよどんな人がいるのかなと思ってクリックしてみると動画の再生数は4でした、うん、すごいなこの YouTube で人を集める方法はと思ったのが2015年ですよでまあ私ね一応ねセミナーに行ってみましたはいセミナーの会場では、えー、お二人の方がいらっしゃったんです一人はスピーカーの方一人は運営の方で、えー、会場に来たのは私一人と で、そこの会場のね、スペースってのが、なんかね、まあよく入って十人部屋なんですよ。YouTube でアクセスを集める、集客する方法のセミナーで、もともと会場が十人入るか入んないかという狭さ。どんだけ自信がないんだということですよね。うん、まあここにね、私はね、何を感じたかというと、あチャンスやと思ったんですよ。そうなんですよ。YouTube で人が集まりますよっていうふうに呼びかけてる人が、 集められててないってことはあ私の出番だなと思いました、ね、私はもう当時ですねでにセミナーっていうのを、まあ、いわゆるねオープンで会場借りてやるセミナーを毎週やってたんですよね、まあ、多い時は週に2回やってました最低1回はやってましたあとは自宅で人を招いてやってました24時間ね360日やってましたけども、まあ、会場を借りてやる場合っていうのはそれなりの告知をするんですけども大体ね10人から20人はコンスタントに来てたんですよ私年からセミナーを うんまあね、1,000回以上やってきて2016年まで、えー、その10人以下ってことはなかったですよねうんやっぱりね多かったなと思いますよそういう時は35人ぐらいで会場が張り切れないんで断ったこともあってですねまあまあよく集めれたなと思いましたけどねまあおかげさまでその YouTube セミナーに、えー、講師としてやってた人それから運営でやってた人おかげさまで 私の YouTube のチャンネル登録をしてくださいましたで今でも私の YouTube 見てくださってるみたいでございますで未だにねこの動画で言うのは申し訳ないんですけども、えー、未だにあまり集まってないですねチャンネル登録者数がまだ100人前後だったかなと思いますよねうんでなんでかっていうとそのね動画の更新してないんですようんだからセールスの時だけ現れてやるみたいなね。 その方法がないでもないんですけども普段視聴者さんのことをほったらかしといて自分の用事がある時だけビョッとね浮き出てきてもそれはダメだなと思いますよね。うん、集まってください買ってくださいって時だけ来るんじゃダメで多くの人が日々ね、えー、悩みとか相談事を抱えていらっしゃるんですよね。ものに現実に直面してらっしゃるんですよ。 その時にヒントとなる情報提供を毎日のようにしていくってことはやっぱり大事なんだろうなと思いますよね。YouTube でアクセスを集める方法っていうのはつまり毎日の更新しかも毎日ですね一本の更新じゃやっぱり足りないと思います。 うん、少なくても10本、うん、多くても20本このぐらいのペースでやるということかなと思いますしもしどうしても10本も20本もできないって言うんでしたらまあ最低でもね3本ぐらいやっていかないとやっぱり1週間に20本は30本は貯めていかないとうんちょっと厳しいんじゃないですかねそれだったらいつまでたってもうん1,000本とか2,000本っていにいかないと思いますしうん YouTube の世界にはただでさえ先駆者がいるわけですから先駆者を追いつき追い越していこうと思ったら 最初にやっている人以上にやらないともうね自分のマーケット取れないですよね。うん、でどうしても取ろうとしたら自分にしか発信できないようなことをすることになってきますんでものすごくニッチなことになってくるかなと思うんですよね。 まだこここのの世の中にに存在してななないいい動画みたとととを探すす勢ででやることになると思うんですよねまあそういうことをね私は2015年ぐらいからもうちょっと前かもしれませんけど感じていて、えー、私には自分にしかできないクオリティのものって何かなと思ったらまあ宇宙人かなと思ったんで宇宙人やってましたけどもねうんまあそれからはあの自分のこの数ですね数量産ってものが量産で他をもう追随できないような。 そんな形になってきました。で、相変わらず今でもね、乗っかるってことは忘れてないですよね。やっぱタイトルに乗っかる、サムネイルに乗っかる、今ね、えー、YouTube で流行ってるものに乗っかる。うん、世間で流行ってるものじゃないですよ。YouTube で流行ってるものに乗っかってます。なぜなら、YouTube を見てる人ってのは、YouTube を見てる間、テレビも見れないし、他のことも見れないからなんですよ。だから YouTube を一生懸命見てる人に対して、YouTube で勝負してる私が、YouTube の中の流行りを、 追っかけていくのは当たり前かなと思うんですよねはい、えー、世の中そんな感じでいかがでしょうか信じるか信じないかあなた次第ということでございますでは失礼します